1時になりますとこの全十連 TV の方のライブ中継 YouTube の中継は終了となりますので、以後は NHKBS1 でお楽しみください。場内でこの全十連ラジオ場内解説をお聞きの方はそのままお聞きください。解説続けさせていただきます。そして、またしても長身対決、千の根優雅選手に対するは近藤博隆選手、愛知県警察の所属、身長193センチです。この私たち事前に朝日先生と話し合ったところではこの割とこう自分より小さい選手を取るのが上手な千の根選手が自分より上から来るという、はい、この状況をどう打ち勝ってくれるのかというところです。目線が上になるんですね。近藤博隆選手は2度目の出場、東海大学の卒です。大きいですね、やっぱりひときわ大きいですね。大きいですね、はい、組手はともに右組です。千の選手行きましたね、行きましたね。そして大外刈りから自分の最も得意な反対方向の足技、右の足技に行きました。千の選手引き横指、近藤選手がずらして釣り手上げます、上げます、内股、千の選手柔らかい、もう一回、バランスいいですね、いいですね、いいですね、打ち合いですね、はい、近藤選手この釣り手がうまい、圧を届かせない、外側いった、投げた、一本じゃないですか、技あり、技あり、払い巻き込み、先ほどの内股効きましたね、外側でした、今度はここから抑え、いや打点も高くて良かったですね。そうですね、まさに打点高い、あ、日本ですね、そうですね、高さの力がありましたね、はい、技名称上は払い巻き込みになるのかもしれませんが、利合いとしては足車でした ね、ですね、膝を先頭を押さえ、これは近藤選手素晴らしい、朝日選手の勝敗予想でも非常に揉めた一番でしたが、ね、はい、これはやっぱり近藤選手がこうやってがっぷり組んで自分の力を表現できたら強いっていう証明ですね、はいはい、あの肘を上げているところ で、 そうです、ね、あの千の根選手実は軸作れてなかったですよ ね、 ないですね、待つ時にまだ、はい、自分が体が浮いてしまっていました、はい、いやー面白かった、強いですね、内股2発効きましたね、先ほどは千の根選手が足技を言っておいたから前技が効いた、今度は近藤博隆選手が内側の技を言っておいたから外側が効いたという、非常にこう柔道の組み立ての理屈が分かりやすいような千の根選手の2試合という形になりました。